奇襲街道は、大阪と赤山を結ぶ街道。摂津国住吉郡に鎮座する住吉大社の社前まで、海だった古代の騎士の辺の道に原型を求めることができ、住吉模様という子が、風光明媚な土地を表す代名詞だった。住吉大社の夏祭りにおいて、泉国大鳥群にある宿院富具へ向けての御しの巡行路にもなっている。 安土桃山時代になると、豊臣秀吉によって、新興都市の大阪と既存都市の境を結ぶ、住吉三景を兼ねた道路、住吉街道として整備され、天下茶屋は秀吉が立ち寄ったことに由来する。紀州街道の境北の区間は、この住吉街道がほぼそのまま踏襲されている。江戸時代になると、岸和田城下と貝塚寺内をそれぞれ従官する道路、熊野街道、 大和街道などを利用して、境以南の区間が、紀州藩や岸和田藩の参勤交代路として、整備された。なお、泉国姫群か河原屋村から木の国流佐郡、中筋村までは、熊野街道と重複、木の国流佐郡で島村伊勢は、大和街道と重複する。紀州街道が整備される以前、紀州藩の参勤交代路は、貢献峠越しで、 伊勢国へ出るルートだったが、1701年から、奇襲街道へ切り替えている。泉国泉郡所松村には、奇襲藩主の参勤交代の際の休憩所として、使用された、庄屋田中角衛門の屋敷が、今も残り、田中本陣と呼ばれている。大阪では、堺へ出ることから、堺筋、堺では、奇襲街道が、他の南北方向の道路より、 道幅が広い幹線道路であることから、大道筋、紀の国では、大阪へ出ることから、大阪街道とも呼ばれる。街道筋が海に近く海上交通と競合しやすい環境にあったので、経済活動が活発化した、近世以降も急激な通行量の増加はなく、主要な脇王間でもなかった。明治国道の国道29号。 大正国道の国道16号に認定されていたが、国道16号の振動が付設された昭和戦前期に認定路線から外れた。このため、平成以降は稀であるが、旧国道と呼ばれることもある。現在では一部では連続していない区間が存在し、一部区間を除いて、道幅が狭い上に一方通行となっている区間も複数存在する。現在も大阪市西成区。 住吉区と堺市堺区において、半海電気軌道半海線が付設されている。かつては、大阪市東区、南区において、大阪市電堺筋線、何和区において、大阪市電南北線、西道頓堀天皇寺線、和歌山市において、南海和歌山軌道線も付設されていた。大阪城北水間宮村天下座屋住吉村安立町。 堺井市も石津村高井南村下城大津村ただ岡村岸和田城下海津火内鶴原村甲子越街道と分岐から菓井村新立宿山中塾からオスの山東家山口塾から栄保村大野瀬の渡し出島村和歌山城下甲子越街道は泉国姫郡鶴原村で奇襲街道と分岐して沿岸部に進路を取り続ける街道で 甲子腰街道が、紀州街道と呼ばれる場合もある。戦術の対象国道の国道16号の振動は、甲子腰街道に沿ったルートを選択している。鶴原村、紀州街道と分岐佐野村吉見村、樽井村尾崎村から、新日村甲子村甲子峠中村、北島村北島の私和歌山城下和歌山に近づくにつれて、甲子腰街道と分岐して、 格子峠以外の峠越えをする道路もある。注釈出店、ありがとうございます。